八拍箱を折ります。この大きさの折り紙を8枚使って組み立てるとこの大きさになります。この4分の1の大きさで作るとこの大きさになります。わかりやすくするために今回は大きな折り紙で折っていきます。白い方を上にして三角に折ります。一度広げ、向きを変え、反対の方向に三角に折ります。広げます。中心に向かってこのように折っていきます。きれいに折るコツはこの折った線がまっすぐになるようにすることです。これをあと 3回同じように折っていきます。そして上と下を広げ、ここを下の点、頂点をここへ折っていくように、このように折ります。この時もこの線がまっすぐになるように折るときれいに折れます。向きをこのように変え、この辺をこの斜めの辺に合わせて折ります。このようになります。このままこのように裏返し、ここを真ん中にしてこのように折ります。一度広げ、次はここに合わせ、この辺をこの辺に合わせて折るんですが、すべて折らずにここまで、ここからここまでの折り筋を入れます。ここまでです。で、広げます。こちら側に向けて、この線に合わせ、このように折ります。裏返し、次少し難しいのですが、この線とこの線に、この線とこの線が合うように、このように折ります。ここが、きれいに折れるように爪とかでお寿司をつけるときれいに折れます。こうですね。もう一度します。この線とこの辺が合うようにこのように折ります。で、このまま裏を向けるとこんな感じになります。こう折り、この裏もこのまま潰していきます。で、次にこの白い部分の三角を半分に折り、折り筋をつけ広げます。これで一つのパーツが完成です。同じものを8個作ってください。八拍箱を組み立てていきます。このまま差し込んでいってもいいのですが、大きい紙で作るとここが開いてきて留めにくいので、留めにくい場合は糊を使い、この部分を留めていくと入れやすいと思います。
塗る部分はこの間に入り込んでいるこの色のついている部分、ここだけ塗ってください。ここだけです。これだけで組み立てるのが楽になると思います。組み立てます。このように持ち、右側のこの間に次の色を差し込んでいきます。右側のこの部分にこのように差し込みます。もう一度します。一つ目のパーツの右側のこの中に次のパーツを差し込みます。これを同じように繰り返し差し込んでいきます。最後は一番最初の色の左側を最後の色の右側に刺します。その時この真ん中を上の方に上げるように注意してください。上にですよ。そうすると自然に真ん中の部分がこのようになります。そして形を整えます。こういう感じで少しずつ力を入れ、真ん中を押さえながらこうしていって、真ん中を下へ押すとこの形になります。裏側はこのようになります。最後に折り筋のついた部分を向こう側へ折っていきます。この部分ですね、こうです。形を整えます。これで八白箱の完成です。